こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はつむつむの動画です。画面をご覧ください。月が変わりまして、ただいまは4月ですね。イースターフェスティバルというイベントがつむつむで始まりましたね。遊び方をまず見てみましょうか。全4エリアプラス2エリア、4エリアクリアでシルバーピンズ、6エリア目でゴールドピンズ、6エリア目でプラチナピンズいただけるみたいですね。イースターエッグを集めてフェスティバルの会場を飾ろう。ミッションクリアしてマスを進もう。マスをクリアするとイースターエッグをゲットできるよ。遊び方2、宝箱マスのミッションに挑戦して宝箱をゲットしよう。落ちてくる宝物にボムやスキルを当ててゲットしよう。宝箱の中にはコインやアイテムが入っちゃうよ。アイテムが入っちゃうよ。遊び方3、今月の新ツムだけキャラクターボーナスがつくよ。このツムたちを使うとミッションクリアしちゃっちゃしゃしゃくなるよ。はい、この3種類のツムですね。チャーム付きのツムさんたちですね。はい、まだ持ってません。では早速チャレンジしてみましょう。チャレンジ。はい、挑戦中。イッサエッグ、いつ集めてフェスバーの飾りを完成させよう。はい、ワンプライで100,0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 00,
形式ってことですね。ではやっていきましょうか。やっていきます。なんで？はい、クリアでした。はい、クリア。なんで野獣つむりしてるかって？それはね、コインを集めてるからだよ。なんでコインを集めてるかって？それはわかるだろう。新しいつむをガチャをするためだよ。新しいガチャをするためにコインを貯めてるってわけだ。ではどんどん消していくよ。クリアしましたからね。あとはコイン目当てですからね。はい、できますよ。ちなみに10万コインやっと貯めました。この試合の後にちょっと持ってるコインでガチャしていこうかなって思ってるよ。おい、はい、1600コイン、ありがとうございます。お、プラス1000コインになりましたよ。はい、クリアです。はい、こんな感じでイッサエッグを集めていくみたいですね。ご覧ください、エッグを5つ集めて
クリアなんですかね。いや、でもこの先まだまだありそうですね。エッグ、いつ集めて飾り完成で8000コインゲット。では今回はこんな感じで進めていくんだよっていう動画でした。はい、今日のガチャのコーナーです。10万コイン集めました。3回ガチャできますね。新ツームまだ持ってません。前回結局女王の鏡ツーム当たらなかったです。今回はチャーム付きが3種類も追加されましたね。1つぐらい当たってくれてもいいんじゃないかなと思います。ではガチャってみます。ほいほいほい、あーヘッドラス。ほいティカバーでもいいんですよ、出てきてくださいな。ほいお、あースパン。これラストです。今月も当てることできるかな。マイク、マイク。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。新粒当たらなかったのでまた卵の中に戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴していただきありがとうございました。もしよろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。